はい、皆さんこんにちは、こんばんは、さぎです。よろしくお願いします。はい、今回ですね、大会終わってもう2日目なんですけど、まあ、ちょっととりあえずね、トレーニングをガンガンやって、まあ、体ね、でかくしていこうかなと思っております。で、今回ですね、まあ、今日のテーマはプロボディービルダーのトレーニングプログラムやってみたらどんな感じになるでしょうかということで、プロボディービルダーのトレーニングプログラム完全再現ということで、まあ、こういう感じでシリーズをやっていこうかなと思っております。はい、で、まあ、最初は、まあ、僕もね、あのフィジーク選手ということで、ミスターオリンピアの、メンズフィジーク4連覇をしたジェレミー・ブレンディアかな、はい、ジェレミー・ブレンディアの、足のトレーニングプログラム、はい、YouTube に、公開されている、ボディービルディング .com という、チャンネル、まあ、というか、そういう、まあ、サプリメントが売ってたりとか、まあ、いろんなこうトレーニングプログラムを販売しているサイトがあるんですけど、そこのチャンネルに掲載されている、まあ、ジェイミー・ブエンディアが現役の時で、まだハニー・ランボットっていう、トレーニングコーチに、結構有名なトレーニングコーチがいるんですけど、彼に習っていた時に、行っていたプログラムの、一部ですね。はい、まあ、公開されている内容なんでね、あの皆さんも見てもらえれば、分かるかなと思います。はい、今回は、実際にそれをじゃあ完全に再現してやってみようということで、取り組んでいこうかなと思います。はい、まあ、もし皆さんも興味があったらやってみてください。よろしくお願いします。じゃあ早速やってみます。You got to play, generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song you made. Just can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the sun comes up, till the lights go out, till my legs get out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my heart goes out.I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out. Till my legs get out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my heart collapse. I'ma rip this shit till my bones collapse.
はい、1セット目終了しました。で、まあ見てもらって分かる通り、今回のプログラムはレッグプレスと、あと、ランジで、今回は、リバースランジを採用しました。で、あの本編というか、ジェルミーの動画ではウォークランジをやってるんですけど、ウォークランジだとどうしてもちょっとこう歩き回らなきゃいけないので広いスペースが必要で、そうなってくるとちょっとあの日本のジムでは再現しづらいかなということで、まあ、ほとんどのジムで多分ウォークランジはちょっとダメだと思うんですよね。はい、あの結構狭いから迷惑だと思うんで、まあ、なんで、今回は動かなくてもいいリバースランジ、まあ、リバースランジを体をまっすぐに立てて行っていただくことで、まあ、これが一番、ウォークランジに近い刺激になるんじゃないかなと思います。フォワードランジ、足を前に踏み出すランジよりもどっちかというとリバースランジを体をまっすぐ立ててやってもらった方が動きとしては近いですね。で、あのウォークランジにしろ、リバースランジにしろ、この両足が揃った時に一回ちゃんと静止して行うっていうのが、ポイントみたいですね、今回のプログラムが。で、なんでかというと、まあ、怪我防止、しっかり体安定させて足首が、まあね、あの足首どうしても怪我しやすいですから、足首こうねじったりとかね、あの圧力線に負荷かけたりとかしないようにゆっくりとやってもらうっていうのがポイントです。はい、でレッグプレスの方は基本的に腰幅か、まあ、広くても肩幅以内で、まあ、四頭筋狙いですね、今回のプログラムに関しては。で、四頭筋狙いで持って、でなるべくだけどあんまりこう足を置く位置を下にしすぎない、膝があんまり前に出すぎないように、あのスクワットの時にあの、まあ、一般的に言われるこうつま先よりも膝が前に出ないみたいなことはある程度意識してやるみたいです。まあ、お尻とかも、まあ、使っちゃうんですけど、そこは幅で調節することで、四頭筋にフォーカスできるようにすると。で、まあ、その方が安全です。まあ、あのでスクワットだと、まあ、目的によって、まあ、膝の位置とかっていうのはかなり変わってくるんですけど、レッグプレスに関してはなるべくお尻をちゃんと連動させてやった方が、効きはいいかなと思います。効きはいいというか安全です。はい、間違いなくレッグプレスの軌道で足の位置はあんまり下にして行うと結構ね、あの膝に、集中的にストレスがかかって大変危険なので、はい、まあ、そこはなるべく安全にいきましょう。で、あとなるべくノンロック、あの止めない、動きを止めないでなるべく大きくやってもらうと。で、こう途中で休んでゼハゼハやって、でそこからやるっていうよりも、もうその1回でできる限り限界までやるっていう方がいいです。なんで、20回いかなかったからって、15回のところで、1回ちょっと休んでレストポーズしてもう1回っていうよりは、もう限界までもうガンガンガン粘ってやるみたいな感じがポイントみたいです。はい、で、あとですね、レッグエクステンション、レッグエクステンション、これについては、まあもう本当にこれも一緒です。基本的にはあの動きをもうあんまりね休まないようにやってもらうっていうことと、つま先をしっかりと上げてまっすぐにしてもらうのと、あとはあの伸ばしきったところ、足を伸ばしきったところで、しっかりとこの四頭筋を意識できるように、ちょっとこう意識しづらい人とかは触ってあげるようにするといいですね。ジェルミーの動画でもハニーランボットが、ね、ジェルミーの糞をバシバシ叩いて、四頭筋を意識させてましたけども、まあ、そんな感じで、ちょっとこう、ま、マインドマッスルコネクションっていうんですけど、はい、筋肉と、まあ、脳だったり心だったりとかこう神経のつながりを良くしていくというかね、あのトレーニングとは別の刺激を横から与えてあげることで、その対象の筋肉をね、あのより意識しやすくするっていうような、やり方をで、あの無理やりマインドをつなげているような感じですね。はい、まあ、これを、今のが、まあ、ワンセットです。で、これをプログラムの順番を、この3つの順番を変えながら、7セットやっていくっていう、FST7 というプログラムですね、今回は。で、次のプログラムが、次レッグエクステンションから始まる、まあ、完全に今と逆の流れをやっていくんですけど、インターバルを、しっかりと取りましょう。はい、まあ、足のトレーニングなんで、あの心拍数が上がりすぎてしまって、でちゃんとトレーニングができないっていう風になってしまうと、まあ、7セット続かないので、しっかりと心拍数が落ち着くまで休憩を取ってから
やります、まあ、疲れはね、これだけトライセットって言うんですけど、3つの種目を連続で休みなく行うっていうことなんですね。で、まあ、これをやってもらうと非常にもう一瞬で1セット目でもうバシバシに疲れますから、まあ、しっかりと心拍数は戻すんだけど足の疲労は取れません、はい、なんでだんだんきつくなっていくと思いますんで、はい、まあ、チャレンジする人は頑張ってください。はい、じゃあ続いていきます。終了です。で、次3セット目は、またレッグプレスからスタートします。レッグプレス終わりからのレッグプレススタートなんでめっちゃきついと思います、はい。で、基本的な、回数についてなんですけど、10回から20回の間です。全種目で10回から20回の間で、まあ、かつ、まあ、その中で限界までやりましょうっていう状態なんで、まあ、最初から基本的にはもうその10回から20回の間に、限界が来る、重量に、セッティングして行いましょうと。で、まあ後から、パワーが出なくなるのも考慮して、まあ、20回付近が、限界になるように、セットして行うといいんじゃないでしょうか、はい。まあ、そうすれば、まあ、最悪パワーが落ちてきても、10回は少なくともできるという状況を作れると思います、はい。結構ね、心拍数が本当に上がるん で汗もバンバンかいてくると思いますんで、水分をしっかりと用意して、かつ、深呼吸をしてしっかりと息を整えながらやってください。では3セット目いきます。
3セット目終了です。はい、でこの後は全部、あと残り4セットレッグエクステンションスタートで、ランジと、レッグプレスっていう流れになります。はい、で、やばい、レッグエクステンション、まあ、実際にこのプログラムを、まあ普通のジムでね、やろうと思ったらまず今結構消毒しないで離れるとか無理じゃないですか。だから、これをもし実際にやるんだったら、まあ、レッグプレスを確保していただいて、で、さっきの、ランジについては、リバースランジでいけると思うんですよ。でレッグエクステンションについてはシッシースワットをやってください。股関節を伸ばしたまま、膝だけを折って行うスクワットですね。はい、これが、レッグエクステンションと基本的には同じ、刺激になると思います。で収縮域のところに刺激が欲しかったら、多分レッグエクステンションに手をかけて、で体をあんまり倒さずに、膝を前に出しながら、やってもらうと、かなりいいと思いますので、まあ、ちょっとね、工夫して、まあ、チャレンジしてみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、再現はできると思いますよ、間違いなく。はい、レッグプレスさえあれば、はい、似たような刺激は得られると思います。でもうとりあえず、まあ、ハニーランボット曰く、最初に、まあ、熱くなると、バーンが来るという感じで、ちょっと待ってくださいね、死にそう。最初にバーンがしっかり来て、もうその段階はもう超えましたね。いや、きつい。で、次に足が強烈にパンプするということです。中間で、で、まあ、最後の方にもう足が麻痺しちゃうと感覚わかんなくなるよっていうことなんで、まあ、楽しみにしてます。まあ、とりあえずもうだいぶね、パンプ自体はすごいしてきてるんで、だいぶ、ね、膝から盛り上がってきてますよね。ここがバシッと、よいしょ。はい、あとはもうひたすら同じプログラムをこなすだけです。はい、頑張っていこうと思います。Get it.
It's you against the world, better figure out fast who the hell you can trust. If you wanna make it past all the fakes and the lust, better figure out fast. Nah, this ain't what you want, you don't want it that bad. Can you give up all your stuff, pay attention to the facts and forget the media, figure out your own path. Can you figure out love or do you feel wrath? Can you hone that feeling and create an impact? Go get it, if you wanna go get it, get with it, ain't nobody gon' get it. Yo, ticket, gonna take a quick minute, don't quit it. Figure out your own limit, life is a test, the best make progress. Figure out what is next and carve a path. Yes, no, they never second guess, take a chance, no regret. If you wanna take a breath, get your blood and your sweat. Like a quick buck, wanna know what? I'm about to blow up. Caffeine in my cup, not lean in the blood. On the scene like a flood, and I've been through the mud. No, I can't get enough, like a challenge make it tough. No, it's not a bluff, cause I live for this stuff. And I take off the gloves just to break on my knucks. When I'm down on my luck, pick myself back up. Heavy hitter, and you know I'm not a quitter. No beginner, gonna be a steady winner. Maybe sinner, every time I rhyme is killer. What's a dinner? About to be the breadwinner. No cake, cause it's not my birthday. It's a work day, every day's a Thursday. Man, I'm thirsty. For the grind and wordplay, you can hurt me cause I already hurt me. When everything just breaks from all of your mistakes, don't let yourself feel down. Don't let yourself just drown. Only when you've lost everything are you free to do anything. Only when you've lost everything are you free to do anything. Only when lost everything, are you free to do anything? And then when you lost everything, you lose the chance when everything is gone. Yo, it's hard days and it's hard months. Sometimes I don't know what to say, hits me all at once. My pride is getting in the way and I'm on the run. Scared that things are gonna change, what will I become? I can take it sometimes, that's why I dive into rhymes. That's why we dive into lies, we digging deeper inside. We try to keep up with life, we hide our pain from the light. Do what we can to survive, but no I won't let it take a hold of me. Find my passion, make it happen, I'm gon' take control of me. Not reacting, taking action, I can feel it pulling me. A host will be my soul, will need a passion that comes over me. Yeah, I won't hide from mistakes, cause if I try, that's okay. I'm learning life every day, I'm 25, still the same. When I was not thought okay, I'll figure it out one day. Give peace of mind, I'll be safe. Time is lost to waste, to leave behind a better place than I need. Nothing more than life with you.
us that want to stay. Would you still spend this time with me? When I go, I want nothing else with you. Yo, they say to be where your feet are. I just listen to the beat, try to restart. I just listen to the beat like it's your heart. So far, I can't seem to let down my own guard. Yeah, I'm defensive for a reason. Hiding all my demons, affected by the seasons. Sometimes I just feel like leaving. I'm sick of all these feelings, I'm sick of always stealing. Yo, you say that I've changed, but you've changed. All this pain in my veins is from the things you say. This state of mind never stays the same. You say you're fine, but you lie to me. It's hard to divide in me. Yeah, we got our highs and our lows. And then we're high, so close. But when we're low, I don't know. Yeah. Don't wanna be someone different. Want you to just be forgiven. And I'm walking as a living. Yeah.7セット終わりました。いやー、とりあえず、汗びっちゃびちゃにかきました。いや、きついっすね。いやー、結構あれです、もう下半身全体的に入ります。まあ、四頭筋がメインだと思うんですけど、お尻だったりとかは、ランジでもしっかりと入りますし、まあ、結構足全体でパンプする感じがありました。はい。で、まあ、最後の方は全然力入らなくなるんですけど、まあ、あのね、あの、ハニーランボとやってた、麻痺するっていう感覚が、ね、よくわかる感じです。はい。まあ、あの、結構、多分、同じプログラムで停滞してる人とか、あと、減量期のトレーニングとかにはかなりいいんじゃないかなと思います。関節のダメージもかなり低いプログラムだと思いますんで、まあ、膝痛い、腰痛いっていう人、
についても、かなりこれはねおすすめできるんじゃないでしょうか。柔軟性なんかもあんまり必要としないので、結構誰でも取り組めるプログラムだと思いますよ、根性さえあれば。はい、まあ、ただもう本当ひたすら辛いっていうだけです。はい、あの全然できない要因があるとしたら。はい、まあね、まあ、こんな感じで、今後ね、やってちょこちょこ撮っていこうかなと思うんですけど、まあ、プロボディービルダーから学ぼうということで、今回は、ジェレミー・ブエンディアのトレーニングプログラム実践、足のトレーニング編ということで、やってみました。はい、まあ大体ね、多分、昼間に、トレーニングした日の夜とかの、ダブルスプリットでやるんじゃないかなと思います、僕のルーティン的に。はい、この撮影は、はい、今日も、昼間に背中のトレーニングをしてから、今夜こんな感じでやってるんで、まあどんどんね、ちょっと年末大会出ようかなと思ってるんで、そこに向けてトレーニングのサイクルもどんどん早めてやっていこうと思ってますんで、はい、頑張りますよ僕も。はい、まあね、いろんなトレーニング取り入れて、自分の普段のプログラムに、それで、まあ、結構こういい刺激があったものを取り入れていこうかなっていう感じですね。はい、まあ、今回のメニューとかは非常にこう股関節とか、股関節、膝、腰の負担はかなり低い感じなので、まあ、怪我を知ってる感じの人とかに本当におすすめだと思いますよ。はい、あと重量、うん、そう、重量持ちすぎて結構靭帯とかね、骨にダメージが入ってる人なんかもいいんじゃないかなと思いますね。はい、でとりあえず皆さんのリクエストというかね、まあこんなこの人のトレーニングをやってみてほしいみたいなのがあったら、ぜひちょっと、コメント欄に書き込んでください。はい、頑張ってやっていきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。